こんにちはです、えー、今日はね、純資産100億円の成功者ってどんな人っていう話をしたいと思います、えー。これね、今日はこんな話なんですけど、なんでこんな話をするのかっていうことなんですけどね。えー、いろんなパターンの、まあ、成功者の話っていうのをすることで、えー、学ぶことがあればなっていう、まあ、あくまで僕の周りにいるあの友人たちとかね、知人とかまあそういう話なんですけど、まあ、こういうなかなかね、 あの金融資産、純資産100億円以上持ってる人たちとかね、数十億円という人たちでも、まあ、全体の人口からすれば、まあ、少ない方だと思うんで、えー、そういう成功している人たちにね、何か学ぶことがあればいいなってことで、まあ、いくつか話をしたいなと思ってます。で、いわゆる経済的自由を十分達成している人たちっていうのはどういう状態なのかっていうと、えー、死ぬまでのお金にはまあもう困らないとかね、あとまあずっと言ってるように、生活費が あの生活費より不労所得ね資産からの所得っていうのが上回ってる状態ですね、まあ、何もしてなくても入ってくるお金っていうのが、まあ、配当とか不動産収入とかね何もしなくても入ってくるお金が生活費を上回ってる状態ってことですね、まあ、不動産とかはちょっとねやったりすることあるんですけど、まあ、いわゆる生活のための労働から解放された状態の人たちですよねで、えー、いくつかのまあモデルケースというかね実際の例をお話ししたいんですけど えー、幸いね、長い,い時からあの友人たちに恵まれたっていうのもあって、いろんな、ね、人たちが周りにいてあの、資産数億円から100億円オーバーっていう人たちも結構いて、あのいろんな世界っていうのを見せてもらったんですよね。まあ、もちろん、その中にも幸せな人とか、まあ、不幸な人とかいろいろいたんですけど、まあ、その中でね、えー、いくつかの例をお話ししたいと、えー。まずね、資産100億円、まあ、友人 A、30代の方なんですけど、 あのこの人とかはね東京のまあとある空のねあの長者番付1でなかなかあの裕福な空なんですけど23区ある中でもあの長者番付1にねすごい若くしてなった人であの EC サイトまあ物販の,あのサイトですよね物販ビジネスと、まあとは IT ビジネスでねあの大ヒットされてでまあ当時ねあの当ててる最中とかっていうのは結構バランス悪くて。 なかなか孤独そうでしたけど、まあ今はね、家族と海外在住で幸せそうですね。その途中の稼いでる最中とかは結構辛そうでしたけどね、あ,あの沖縄の海とか一緒に行ってもう死にたいって言ってね、よく、なんでそんなに稼いでるのに死ぬ必要があんのって言って、ああのよくそんな話してたんですけど、うー結構辛そうでしたね。まあ本当ね、今はバランス取り戻してすごく幸せそうですけどね。それから、資産200億円の友人 B、えー、なんですけど、 えーまあ、この人はアメリカ在住でね IT ベンチャーのもう経営者ですね、まあ、ベンチャーっていうのかっていうぐらい大きくなってるんですけどもうねあのラスベガスとか行くって時もプライベートジェットで来るようなね、まあ、そういうちょっとぶっ飛んだお金持ちなんですけどね地位履くぐらい結構仕事しててあの体調崩したりとかしてて、まあ、今はね結構のんびりとあのしてるみたいですねそれから資産50億円不動産オーナー C40、ねえー、代の人なんですけど まあこれは、ね、地方の、ね、スーパー大家さんですね。実はね、こう不動産業界っていうのは結構こういう人ゴロゴロいるんですよね。あの地方の大家さんとかジネさんとかね、ジネスさんじゃなくても結構いるんですけどあの、人との付き合い方がこの人はね、すごくうまい人であの、誰もね、この人の悪口っていうかね、悪く言わないですね。なんか普通お金そこそこ持ってたら、まあ、妬みがあったりとかいろいろあるんですけど、そういうのが全然なくて、周りに会う人とか、 いる人とかみんなねこの人にはお世話になってるんでみたいな。でずっとあーのーやっぱ学びたいなと思って見にしてもらったり教えてもらったりしたんですけどやっぱ長期的に物事を見るっていうかね全体を俯瞰して見るっていうのがすごく上手な人なんであの人との付き合い方とかあのすごく教えてもらいましたね。もともとアパレル事業をやっててもちろん稼いでたんですけど事業で、えー、リーマンショックの時をね利用してあの不動産の価格がものすごく下がった時に不動産結構その。 アパレル事業の分で、えー、不動産を大量購入したんでですよねでまあ家賃の収入だけで年間数億円入ってるみたいでもう今は悠々自適に暮らしてありますねそれから資産40億円ね IP を、まあ、株式の上場ですねでお金持ちになった友人、まあ、もいて、まあ、IT ベンチャー企業ですねこれも えー、この人とか非常に、あのー、人格者ですね。やっぱしごで仕事以外にあんまりお金を使わない人ですね。乗ってる車もプリウスとかね。お金、服とかに、ね、お金基本的にかけてるのを見たことがないですね。 特にあの、社員との向き合い方とかね、考え方っていうのはすごい尊敬するところが多くって、まあ、ただちょっといつも忙しそうですけどね、ちょっと立派な、すごい立派な生き方なんで、なかなか苦しそうだなって思う時もあるんで、うん、これはこれちょっと心配なんですけど、まあね、僕が心配する必要ないのかもしれないですけど、たまにこう話しても、ちょっとこう、息苦しそうな時とかもあって、どうなんだろうってとこなんですけど。 それから1、えー、泊300万の部屋に3ヶ月泊まる独身男性とかもいてねまあこれはあの友人じゃないんですけどあのモルディブねモルディブって、まあ、昔結構前10年ぐらい前なんですけどねもうあのモルディブ行った時にあの結構ねその当時僕も自分ではちょっと稼いでるつもりだったんで一番いい部屋に泊まってたんですけどその部屋だけでも結構1泊ね10万円とかあのいくらかそのぐらい10万以上はするんですよね。 でえー、一番いい部屋だと思ってたんですけど、えー、海のねこういう上のところに泊まるんで、えー、もう少しこう沖の方を見るともっとすごい大きい部屋があるんですよね。 で、あの、スタッフの人に、あの部屋は何ですかって聞くと、あれはもう VIP 用のお部屋ですみたいな、あ、僕たちも泊まれるんですかって話をしたら、ちょっと日本人の方はちょっとみたいな、あ、日本人ダメなんですかって聞いたら、いや、そういう意味ではなく、ちょっとお金の意味でしんどいんじゃないかなってことで、あ、1泊いくらなんですかってことで聞いたら、1泊300万円って言うんですよね。えっ当時の自分にはもう、ね、あの衝撃で、1泊300万円の部屋に泊まる人がいるんだっていうようなね、 あのなかなか泊まる人いないんじゃないですかって聞いたら「あいえ独身の男性の方が、えー、3ヶ月間泊まられてます」って「ちょっと待ってください」みたいな計算しただけ宿泊費だけで1億8000万使ってんのみたいなすごいなと思ってで何をしてんのかなと思ってずっと見てたんですけどあのその人とかは毎日あの中国人雇って卓球してるんですよねあのプライベートの卓球のコーチね。で あのー、毎週毎週こう自分の国からねプライベートジェットでこうシェフとか友達とかがこう運ばれてきて毎週楽しんでねワインパーティーカクテルパーティー <laughs> みたいなのを楽しんではったんですけどあの稼いでる人がいるっていうのは世の中に分かってても何も3ヶ月間もう海の上なんでねまあ今だったらインターネットとかもうちょっとつながるんでしょうけど海の上で 仕事もね、まあ、できるって言っても限りがあるし、あのど,う普通どうしてるんだろうと思って。で、やっぱり会社に行って、あのバリバリ働いてないと、働いてないと稼げないんじゃないかみたいなのがやっぱり自分の中にあったんで、やっぱり衝撃でしたね。3ヶ月間休むことができるんだっていうね。で、あの、 まあやっぱり気になるから教えてもらうわけなんですけど、たまにね、こう、くるんで、芝の方っていうか。で、まあ、そんなに長い時間話したわけじゃないんですけど、まあ、いろいろ話はできて。で、何をしてるんですかっていう話とかをいろいろ聞いてたんですけど、まあ、歩の方でね、で、まあ、君はまあ、あの、事業をしてるんでしょうと。事業をしてて、あの、それはそれでいいんだけど、投資をしてないんだから投資を覚えなさいみたいなこと言われてね、こういう、そういうお金が、 運んでくるお金がお金を生み出す仕組みっていうのをもうちょっと学ばないといけないよみたいなことを優しくね、まあ、教えてくれたんですけどそういうことをまあ教えてくれた人ですねなかなかこう衝撃でしたねこの人とはそれからまあもっと小さい希望というか小さい希望って言ったら失礼ですけどあの資産はねちょっといくらかちょっと資産の規模はいくらか分かんないですけど、えー、家賃収入がね、えー、500年,収年収ですよ家賃年収が500万円あるね幸せそうな小規模大家さんという人とかもいてあの300万円でもともとね てを買わはったんですよねて賃貸でえそれを直して、えー、家賃で貸し出すんですよね。でまた300万円貯まるたびに戸建てをどんどん買い足していくと。人人貸して家賃収入ね500万円。で無借金であの今10個とか持ってはると思うんですけどね。ですごくあの時間もあって幸せそうですね。あのいつも えー、まあダラダラしてたいというかあんまりもう働きたくないんでみたいなねでもなんかいつもあの趣味の車とかバイクとかいじったりとかまあしたりとか家族とずっと遊んでたりとか子供とねずっと遊んでたりとかして時間もあってすごい幸せそうですねなんかこう資産規模っていうかも,うもちろん十分裕福な方なんですけど何もない本当にサラリーマンの状態とかあのし全然貯金もなかったんですよでその状態からスタートしてねやっていくはったんで時間を と手間をかければこういうこともねやっていけるということでまあ紹介させてもらいました。で結構幸せそうな人が多かったんですけど中にはもちろん不幸なってか不幸せそうな人たちもたくさん見てきてお金は持ってるんだけど不幸せそうな人たちねあの。人生の残り時間が少なく体調が良くないし参加男性ってこれすごく若い時にねあったんですけど。 あの若い時に仕事だけ本当に仕事だけしてきたみたいでね、まあ、話を本人の話を聞いてると、まあ、今70代だったと思うんですけど結構ちょっと重い病気を抱えてて、まあ、生活はなんとかできるんですけどねでもまあ,あのずっと後悔してはりましたねあの若くて健康になれるんだったらもう資産全部失ってもいいって本気でそう思うって言ってねあの若い時にまあもっと遊ぶっていうか うん、もっといろんなことをしといたらよかったって今やっぱり体調が良くないからねあんまり何もできないお金がいくらあっても何もできないしやっぱり変わってくれないし誰もね、うん、っていうことをやっぱり悔やんでましたねそれから、まあ、資産も4億ぐらいあった、まあ、別の人なんですけどね資産4億ぐらいあった孤独な、まあ、元資産家というかねすごい毎日派手にこう1台でドカンと当てはったんで、まあ、毎日派手に飲み歩いてたんですよねであのまあもともとちょっとそういうところはあったんですけどまあ 稼いでさらにちょっと傲慢なところがかなり強く出ちゃってねで、えー、いい人がまあ周りにどんどん離れていっちゃうんですよねで今度じゃあいい人を本当の友達ねやっぱりそういうのダメだよって言って注意してくれる人があのどんどん離れていってしまってででもやっぱり人は寄ってくるんですよねお金持ってるとでただその状態で寄ってくる人っていうのはなかなかあの悪い人が多くてね。 あーもう一番最後の方にはもう周りは詐欺師しかいないんじゃないかみたいなこう友達じゃなくてそれはもう詐欺師の博覧会じゃないかぐらいねあのたくさんそういう人がいてまあことごとくねやっぱり騙されたりとかして資産どんどん失ってねいきましたねもう本当にえ自己破産するかどうかっていうところまでまあ行ってるっていうことですねでまあいろんな話をしたんですけどここから何を学ぶのかっていうことなんですよね えー、いくつかまあ学びたいところはあってこう経済的自由を達成してる人の収入パターンですよね稼いでる人たちは要は何をやって稼いでるんだどういうパターンなんだっていうことなんですけど結局は、えー、この3つ4つしかないんですよね、えー、まず事業所得ずっと言ってることですよね事業所得まあ会社経営ですね、まあ、特に最近は IT が多いんですけどアメリカも上位はもうほぼ IT 企業ですからね あの既存事業に IT を組み入れたものもあって別に IT じゃないとダメってことはないんですけどまあ IT のいいところは取り入れたりとかねあのしてるところが多いですね。まずまあ事業所得要は会社経営してる人それから不動産収入ねあと配当利子所得っていうね株とか債券とかまあこれは本当とにまあ何もしなくてもいいとか何もすることができることがないんでここからの所得が多い人とかも本当に何もしてないですね。 とかまあ、あとは一部ね、株のトレードとかで大儲けしてる人もいますけどね、これは本当に一部の天才だけで、あのなかなかね、マネできるもんじゃないですね。で、結局はここに分類されるわけですよね。自分がどれを選ぶのか、まあ、もしくは組み合わせていくのかっていうのはやっぱりちょっとこう考えていく必要があるとここしか結局はないんでねあの、経済的自由を達成してる人の収入パターンっていうのは、もちろん、あれですよ、サラリーマンをやりながら達成してる人っていうのもいるんですけど、サラリーマンとかをしながら、 えー、経済的自由を達成してる人っていうのは必ずこの不動産とか配当所得とかね、まあ、もしくは副業とか、まあ、どれかは必ず持ってるんで、えー、給料し所得だけで、えー、上,がって上がるっていうのはちょっとなかなか難しいと。で、えー、それから時間の豊かさっていうのがやっぱ大事ですねあのお金はあるけど遊ぶ時間が全くないとかねあの仕事だけの人生とかあのやっぱりちょっと辛いですよね若い時しかできない経験もありますよと、えー、それから円満な人間関係もすごく大事だと。 孤独な時間って孤独は辛いんですけど孤独っていうのは僕はまあたまにはいいかなと思っててやっぱりあの自分と向き合ったり人を育ててくれる側面っていうのもあると思うんですよねでも孤独な時間って孤独はま,あまだいいんですけど孤立っていうのは辛いですよね友達いないとか家族との関係も悪いとかもう誰も相談すられていないとかやっぱそうなってしまうとうんちょっとやっぱりね人生なかなか寂しいものになるっていうかね やっぱり極端な話で無人島で俺は金持ちだって叫んでも,も意味がないんでね <laughs> で、えー、それから健康も何より大事ですよといつ死ぬかわからないわけなんですけど、まあ、お金だけ一生懸命貯めてね、あのー、それも大事なんですけど急にこう1週間後死にますよとかって言われたらもうどうするんだろうみたいなねだからやっぱりこう健康っていうのもすごく大事とお金を使ってやること お金を貯めて、まあみんなお金好きだと思うんですけどね、みんなもちろん僕も含めてですけど、お金を使って何かをやるっていうのは、やっぱり健康がベースだと思うんですね。食事するとかね、まあ旅行に行くとか、スポーツするとか、デートするとか、まあいろんなあのことあると思うんですけど、それって健康がやっぱりベースで、健康がないと全部なかなかできないですよね。だからやっぱ健康は何より大事っていうことで、あの資産を持っている人たちとかも本当にね、健康っていうのはすごくやっぱり言ってましたね。でまあ、あとは結局心の豊かさなんだよと。 あの自分はどんな生き方をしたいかっていうのがないとエンドレスなんですよねずっと稼ぎ続けて貯め続ける不安をなくしたいから貯め続けるまあこれもあの分かるんですけどどんな生き方をやっぱりしたいのかっていうのがないと人と比べてあの人は年収が1000万あるからいやじゃあ俺は1500万目指すぞとかね人と比べててもやっぱしょうがないんですよねまあ比べちゃうんですけどねだけどもやっぱり 登る山が違うかったら手法も違うトレーニングの方法も全部違うんで生き方とかも違うしねだから自分はどんな生き方をしたいかっていうのがないと人と比べ続けてたらエンドレスなんですよねだいたい稼いでる金額とかで比べたりとかするんですけどもちろんそれは一つの実績で素晴らしいことなんですけどやっぱり自分はどういう生き方をしたいのかどこに行きたいのかっていうのが一番大事なんですねこれをやっぱりよく考えたいですねあの稼ごうとすればするほど基本的には時間を失うんですよね お金儲けだけだとやっぱ終わりがなくて何かどれだけいくら仕組みを作ってもちろん不動産を買おうがあの株,株を買おうが、えーね、事業を作ろうが稼ごうとすればするほど基本的には時間っていうのを失うんですよねまあもちろん時間単価の違いはあるんですけどね1万円を稼ぐためのでも基本的には時間を失うんだよとだからあのお金儲けだけで時間がないっていう状態だとつらいですよね気がついたら時間がなくなってたみたいな もしくは逆に時間はあるんだけどお金がないっていうのもやっぱり選択肢がないと辛いと思うんですよね。なんで、あ要はバランスが大事なのかなと、えー、僕自身の考えとしてはね、まあ、大金持ちには別にまあもちろんこれは運もあるんで大金持ちにはならなくてもまあいいんじゃないかと。なれたらいいけどまあ別になれなくてもね。だけど生活のために働かないといけないっていう状態から脱却するっていうのが 脱出するっていいうのが大事なななんじゃないかなとそこそこ豊かっていう状態を目指すっていうのはどうでしょうって思うんですよね。まあ例えばここですね。資産3000 10万万持ってて不労所得が毎月10万円ぐらい入りますと、ね、こうするだけでやっぱりこれだけで完全に生活するっていうのは難しいかもしれないけれどもだいぶねあの余裕は出ますよね。だからここの状態を目指すっていうのはどうかなと思ってて。でここは これは正しく努力して正しい知識身につけたら誰でもやっぱ達成できるんですよね。と思ってるんで、あの、ちゃんとね、学んでいって、えー、みんなの生活が少しでも豊かになってもらえたら、えー、嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。